はいどうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、珍しいお菓子紹介第32節やっていきたいと思います。で、今日紹介するお菓子はですね、こちら、じゃじゃーん、ブラックサンダー、筒のブラックサンダーと、ブラックサンダー焦がしキャラメル味と、ミルクのブラックサンダー、この3つですね。腕のブラックサンダーは普通だと思いますけど、こっちのさ、ミルクのブラックサンダーとか、キャラメルのね、焦がしキャラメルのブラックサンダーとか珍しいんじゃないでしょうか。こちらを食べていきます。はい。で、その前にね、ちょっとね、段ボールが届きまして、ちょっと中身がわからないので、こちらを Amazon なんですけどね、開けていきたいと思います。逆になっちゃったはい、何なんだろうね。ちょっと僕も見当がつかないんで、ちょっと開封していこう。開封していこう。でも開封が下手なんだな。よし、うん、お、すごい、これは嬉しい、届きました。あー、コールマンバッグ、これね、これね、お父さん多分買ってくれたんだわ。僕のカバンがあまりにもボロボロだから、コールマンバッグ買ってくれたんですよ。これ、大学に使おうと思って。で、ちょっとね、大きめにしました。ちょっといろいろ僕物が多いので、持ってく物が多いので、ちょっとね、物を多く入るね、コールマンのウォーカー33っていう、そういうバッグを、買ってもらいました。はい。フィールドでもタウンでもたっぷり収納できるということでね。こちらいいね。かっこいいね、コールマン。おー。タグがついてて、ここにも入れられるし、うん。で、水筒もここに2つ入れられる。すげえ深いしね。いや、私のね、カバンボロボロなんですよ。今、ナイキのカバンあるんですけど、下にね、もう500円玉ぐらいの穴が開いちゃってね、さすがにそれもう使えないなってなってて、で、あともう一つ、ノースフェイスのね、いいカバンがあったんですけど、もう5年ぐらい使ってて、外の皮がめくれちゃってね、全然使えない状況になってたんですよ。嬉しい。こんな感じです、中は。嬉しいな。コールマン。やったー。コールマンって結構ね、アウトドア系ですよね。うん、だからアウトドアでも使えるなら、これ嬉しいなって思いますね、本当に。うん、ちょっと登山でも使ってみよう。うん、いい感じです。はい、ということで、お父さん、ありがとうございました。はい、じゃあ次はですね、先ほどね、そう、紹介しようとしてた、ブラックサンダー食べていきますよ。うん。はい、こちらね、まず普通のブラックサンダーですね。うん。ユーラクって会社が出してて、チョコもね、結構こだわってるんですよね。うん。そう。スマイル、セイムハッピーか。セイムハッピーフォーチュージュエンっていう、なんかキャンペーンもやっててね、結構ね、チョコレートも、ちゃんとしたチョコレート使ってるんですね。いただきます。うん。おいしい。おいしいです。うん。このチョコもね、ぎっしり感、ぎっしり詰まってる感じがいいよね。サクッとするんだけど、このココアの、うん、濃密、濃厚な具合が最高。美味しい。ブラックサンダーって他にないですよね。この、こんなに美味しいクランチ、しかも安いですよ。3、40円で買えるんだよね、これが。美味しいな。ブラックサンダーっていろんなブラックサンダー出してますよね。大きいやつとかね。いろいろあるんですよ。美味しい。このさ、甘じょっぱさがいいんだよね。このブラックサンダーで。結構ね、しょっぱめなんだよね。甘じょっぱい感じなんですよ。甘いだけじゃない。チョコレートのココアの感じだけじゃなくて、ちょっと食塩の味もあって、とっても美味しい感じになってます。お疲れ様。
じゃあ次はですね、ミルクのサンダーいただきます。これ珍しいね、ミルクのサンダー。どんな味なんだ。北海道ミルクを使用、優しいミルクで、うっしうし、うっしっしか、うっしっし、うっしっしで喜んでんのかよくわかんないけど、ですけど、あ、これは珍しい。普通のブラックサンダーに比べてさ、なんか色も違いますし、上もなんか、なんかクランチみたいな感じになってるのかな。面白いね。なんか入ってますよ、小麦みたいなのが入ってますよ。じゃあいただきます。おお、なんだこれは。あ、ミルクか。あ、おいしいね。なんだろうこの、このミルクが、とってもおいしい。あの、チロルチョコのミルクは、ミルクチョコにちょっと似てる感じなんだけど、この、生地がしっかりしてて、サクサク感と、あと、周りのチョコレートがとってもおいしい。びっくりですね。これ50円ぐらいで買える。ミルク感たっぷりです、これ。おいしいね。まあいろんなお菓子あるんですね。で、企業もさ、それぞれ、しのぎを削ってんですかね。いかにね、いい商品を作るかっていうね。そうしないと売れないですからね。しかも、競争が激しいですから。定番がずっと売れ続ける保証もないわけですしね。いろんなお菓子がある中で、そこを勝ち抜いていくわけですから。本当に、競争が激しいと思いますが。こういうさ、ブラックサンダーでもさ、もう、今までの概念にね、固執しないさ、魅力的な商品どんどん出してくれるから嬉しいですよね。ミルクのサンダー美味しかった。結構ミルクの感じがとてもいいです。最高です。今まで食べたブラックサンダーの、なんか、珍しい味の中でも美味しかった。で、こっち、焦がしキャラメルいただきます。はい。お!これは真っ黒だよ、真っ黒。真っ黒な感じですね。いただきます。これは、焦がしキャラメルっていうか、香りがいいです。この香りは、ほんとすごい。なんかね、ワインみたいな、なんか、洋酒のお酒を使ったお菓子みたいな、そんな感じ。びっくりです。これすごいね。ブラックサンダープレミアム。キャラメルに心焦がせ。キャラメルの味が美味しいね。香り高きキャラメルって感じでございます。食感はちょっとね、固めなんだけど、コカの感じがあって、ボロッと崩れるんですね、口の中で。で、キャラメルがね、主役でね、キャラメルの味がとっても濃いですね。歯にくっつく感じもあんまない。キャラメルに比べてね。美味しい。美味しかった。これも結構美味しかった。びっくりです。ブラックサンダーって結構進化してるんですね。皆さんもね、コンビニでこういうの売ってるので、セブンイレブンとかでね、見つけたら、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はこれぐらいになります。チャンネル登録、高評価、共演の動画よろしくお願いします。ということで、以上。